準備はいいですか？3、2、1、0。始まるよ。玉ねぎ1/2個乱切りにします。丁寧にほぐしておきます。頑張ったね。人参1本。乱切りにします。その調子、その調子。よくできました。たけのこ水煮 150g くらい、一口大に切ります。頑張れ。じゃがいも1個、皮目を取り除きます。一口大に切ります。水にさらして水気を取っておきます。鮭切り身2枚くらい、水で洗って丁寧に水気を取ります。はいはい。優しく一口大に切ります。塩コショウ少々、片栗粉少々、全体に振ります。全体に絡めて余分な粉をはたきます。油をひいて熱くなったら鮭を炒めます。全体に焼き色がつくまで炒めます。反対側も焼き色をつけます。できれば皮も焼き色をつけます。一旦取り出しておきます。油に焦げがあれば拭き取ります。玉ねぎ、人参、じゃがいもを加え2分程度炒めます。レンコン、鮭を加えます。水 150cc、 砂糖大さじ1、みりん大さじ2、酒大さじ1、醤油大さじ2と1/2、優しく混ぜ合わせます。沸騰させます。落とし蓋をします。
蓋をして7分程度煮込みます。水分が少なくなるまで煮込みます。はいはい、もう一息です。よくできました。器に盛り付けます。準備はいいかな。いただきます。ありがとうございました。